吉野信次は、大正、昭和期の日本の商工官僚、政治家。第一次、近衛内閣の商工大臣、貴族院議員を経て、戦後は、自由民主党参議院議員となり、第三次、鳩山一郎内閣の運輸大臣を歴任した、大正デモクラシーを主導した、政治学者、吉野作造の弟にあたる、宮城県志田郡大垣村に、 綿たを営む吉野年蔵、後夫妻の三男として生まれた。吉野作像は長兄である。古川中学、一校を経て、1913年、東京帝国大学法科大学読法科を主席卒業し、農商務省に入省する。農商務大臣秘書官、農商務省が農林省と商工省に分離後は、商工省に移り、文書課長、公務局長を経て、 1931年商工時間。その後も特許局長官、東北工業総裁、東北振興電力社長を歴任する。後に、商工時間、大臣となった、岸信介は、副審の部下であり、重要産業統制法の基案に共に携わった。革新官僚の出身として、1937年、第一次、この絵内閣の商工大臣に就任する。 1938年貴族院議員に直選される。同年満州重工業開発副総裁となる。また、翼山政治会常任総務や愛知県知事も務めた。戦後は、上記の経歴により公職追放となる。追放解除後の1953年代3回参議院、議員通常選挙に参議院宮城地方区から立候補し当選する。 1955年第3次、鳩山内閣の運輸大臣として入閣する。1956年から1965年まで、武蔵大学学長も務めた。騎士を代表に、旧商交渉関係者の編で、追想録、吉野信二が出された。ありがとうございます。